Okay, time for Nagoya Anime All-In Special, supported by Tamakoshi. 今まさに花開こうとしている新時代の名古屋アニメをご紹介していきます。まずは来年放送予定のアニメ四季桜、こちらの VTR ご覧ください。ずっとわからなかった俺だけが生き残った意味。それでは始めましょうか。実はこの四季桜の主題歌を歌う名古屋出身の朝香さんとズームがつながっているんです。こんにちは。こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。今流れているこの Believe Myself、 本日はスペシャルライブを披露していただく予定でしたが、はい、体調不良でズームでの出演となりました。体調はいかがですか？おかげさまでちょっとずつ良くなってきてはいるんですけれども、はい、一応やっぱちょっとこのご時世なので、電車移動とかもちょっとあったので、ちょっとまあ大事を取って、はい、ちょっと今回はこういう形で自宅からトークのみ、はい、参加させていただいております。でもこうしてあのお顔が見られて安心。そうですよね。それが良かったです。すみません、ご心配おかけして。いやいや、本当は今日あの初披露の予定だったので、はい、すごく楽しみにしていて、練習も何度も何度もしたんですけど、非常に私も残念に思っております。でもあのこの四季桜の主題歌 Believe Myself、 あの、はい、ご自身も名古屋出身ということで、名古屋初のアニメ主題歌に選抜されていかがですか？いやもうとにかく名古屋愛がすごく深いので、こうして名古屋が舞台になっているアニメの主題歌を歌わせていただけるっていうのがもうすごくすごく嬉しくて、なのでやっぱりこう私は音楽でしかこういう風に関わらせていただいてないんですけれども、こういう風になんか声とか歌え名古屋とかあと東海エリア3県を盛り上げていけるように頑張っていきたいなと思っております。いや嬉しいですよね。本当に名古屋とか東海地方はもうアニメセンターになりますよね。そうですね。ではあの最後のファン、あ、最後にファンの皆さんに一言メッセージをいただけますか？はい、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけれども、今ねこうやって音源だけでもね聞いていただけて、はい、聞こえてます。はい、いつかもうちょっと元気になってね、ご時世的に落ち着いたら実際に地元に帰って名古屋で歌声をお届けできるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひ朝香そして四季桜の応援をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。体気をつけてね。大事にしてってください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ四季桜なんですが、ここ名古屋の声優さんも参加されるということで今注目を集めているんです。ということで三輪翔役、野田雄大さん、そして明神大花役、真白美穂さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速こう素敵なコスチュームが目に入りますけどね、はい、普段はいつもこういう衣装ですか？こんな普段は普通こんなんじゃないんですよ。あ、そうですか。違うんですか。なるほど。え、ノードさんは普段はいつもこういう状態ですか？あ、僕は普段こういう。あ、OK、OK、大丈夫ですね。ちょっとね、このコスチュームについても後でお話伺いたいと思います。まずはあの四季桜というのはどういったアニメなんですか？はい、四季桜というのはですね、東海地方を舞台にした、スタッフもですね東海中心で、制作されて、はい、東海を中心としたスタッフ、はい、
東海のスタッフさんたちを中心に作られた、制作されたアニメーションで、はい、ワンクール全12話のアニメーションです。はい、さっきちょっとだけなんか映像見ましたけど、はい、こう武士が出るとか、ロボットみたいなキャラクターも出るとか、もしかして恐竜も出てるんですか？恐竜、多分それがですね、まあ、ちょっと物語にも深く関わってくるんですけど、うんうん、実はですね、カクリオという、異界から現れた鬼っていうのが多分その恐竜みたいな、はい、怪物なんですけど、怪物が、はい、それと敵対する組織、まあ、正義の味方みたいな組織があって、はい、それにこう主人公がこう、巻き込まれて物語はスタートするんですけど、はい、その戦いの中で少年と少女たちが、成長を遂げていくっていうですね、ストーリーになってます。興味深いですよね。面白そうですよね。はい、声優に選ばれた時はどんな気持ちでした？もう本当にすごいありきたりな表現になっちゃうんですけど、もうめちゃくちゃ嬉しくて、多分こううわーって飛び上がるというよりは、なんかこうじわじわと1週間ぐらいこう、ああやっぱなったんだみたいな、こう噛み締めた期間がずっとあったというか、本当に嬉しかったです。お二人とも初参加というか、初めてこういった収録に参加されたということですか？はい、声優は初挑戦です。初挑戦、はい、どうですかその気持ち？やっぱり不安なところもすごい多いんですけど、うん、こうみんなで一緒にこのアニメっていうのを作り上げていくのがすごく楽しくて、ね、はい、やっぱプレッシャーはすごい大きいんですけど、まあやっぱり何より、うん、でも、まあ、僕たち自身も名古屋に恩返ししたいという気持ちとか、うん、やっぱりサブカルをやっぱり名古屋に根付かせたいっていう思いもやっぱりあるので、はい、まあ、こういった名古屋から革命を、名古屋からアニメをっていうプロジェクトに関われたのは本当に光栄ですし、はい、まあ頑張りたいなと思います。四季桜の見どころとか、おすすめポイントは何ですか？結構いっぱいあるんですけどいっぱいある、はい、やっぱりまずは、はい、ま、映像をご覧いただいてて分かると思うんですけど、うん、CG アニメーションなんですけども、うん、ラブライブサンシャインシリーズとか、あとサイコパスですね、サイコパスサイリーとかを、CG で、手掛けてらっしゃるサブリメーションという、会社が、制作しているんですけれども、もうめちゃくちゃハイクオリティじゃないですか。でも戦闘とかももう、ね、もうパワードスーツの動きとかがもうすごく派手で、ぬるぬるですね、もう動きが、はい、ちょっと映ってるんですけど、はい、もうちょっとしたら映るかもしれないですけど、ですね、赤とピンクがこうまだらの、四季桜っていう、桜ともみじが同時に咲く花がありまして、これ実際にですね、小原町の豊田市の小原町にですね、ありますね、はいはい、同時にもみじと桜が色づく場所があるんですけど、はいはい、それを、まあ、一応、モチーフにしているアニメでもあるんですけど、うん、まあ、その色の表現とかもやっぱりぜひ見ていただきたいですし、なるほど、はい、あとは四季桜もそうですけど、東海地方のですね、舞台もいっぱい、モデルとして出てくるので、はい、多分一度足を運んだことがある人とかだったら、見たら、あ、ここ、あそこだみたいな、はい、ちょっとだけ教えてください。どういうところが出るんですか？1話だと、よく見る免疫だったり、おお、はい、あとは出てきますね、そうですね、すごい、あとはエスカとか、はい、あと豊田大橋も出てくるんです、実は。なるほど。多分もう見ていただければ、あ、分かると思うんで、ここだって分かると思うので、すごい楽しみですけど、はい、放送するは予定日はどうですか？予定としては2021年に放送予定となって、来年中に放送する、はい、いつかちょっと知りたいんですよね。ワクワクしますよね。そう、ワクワクするんですよね。はい、で今回真城さんは明神大火役、はい、ということで、今回そのコスプレで来ていただいたんですよね。はい、そうなんです。はい、どうですか、着てみて。やっぱり自分の演じる役になりきるっていうのってなかなかできないことだと思うので、しかもそれを多分世界初、自分が担当することになって、もうすごく舞い上がってしまっていて、不安な気持ちもすごいあるんですけど、ぜひ皆さんにも明神大火や、あといろんなキャラクターも出てくるので、ぜひ皆さんにたくさんコスプレしていただけたらなって思います。
なるほど。これまであのコスプレされたことはあったんですか？実は今回初めてで。そうなんです。そうなの？こんな大きな舞台で初めていいのかなみたいな。でもやっぱり子供の頃からはアニメが大好きでしたよね。はい、すごく大好きでした。どういうキャラクターが好きでしたか？どういうキャラクター？やっぱりこのオオカちゃんみたいにお嬢様みたいなキャラクターも大好きなんですけど、やっぱかっこいい活発な女の子もすごい好きで。うん、なるほど。野田さんはどうですか？自分なんか子供の頃好きなキャラクターは？あー、気になりますね。好きなキャラクターは子供の頃はやっぱり仮面ライダーとかウルトラマン、特撮がすごい好きだったので、はい、もしそういう機会があるんだったらちょっとあの、まあ、自分の、ね、見た目とかを無視してもいいんだったらこう、あのヒーローとかやってみたいなと思うので、そういう意味ではやっぱりあの声でですね、はい、ヒーローとして演じることができるっていうのはすごく嬉しく感じてますけど。なるほど、ありがとうございます。ではあのせっかくコスプレしていただいたので、これから撮影させてもらいたいと思います。この後ろのビジョンに四季桜の場面シーンが出ますので、それを背景に撮影してもらいます。はい、はい、あ、これが先ほどの。そうなんです、これが四季桜で、はい、そうですね。綺麗ですね。え、大原で見たことないんですか？まだないんです。いやいやいや、行くなっちゃダメでしょうね。ぜひ生で見ていただきたいです、はい、紅葉と桜、はい、同時に見ることできるんですけど、すごい、それがすごい珍しいことですけど、愛知県でもうそういうことがたくさんありますから。あ、でもこういった名所がストーリーの中でどういうふうに絡んでくるかっていうのが、うん、それも知りたい ね、 ね、すごい気になりますよね、はい、うん。あ、でもちょっとなんか様になってきましたね、はい、なんとなく表情とポーズに。おー、が宣伝チャンスですけど ね、はい、出てきますよね。いや、来年中に放送するってことはめちゃめちゃ楽しみですよね。本当ですよね。これから世界が注目するじゃないですか。ですね、うん、コスプレって本当してみると気持ちがガラッと変わって、なんか堂々とできるというか、う、ね、いつもの自分とは違った自分になれますよね、うん、はい。お、今後ろに出ているのがこれ名駅の名古屋駅です、ね、西側ですよね。あ、そうです、そうです。これを見るとやっぱパッと見たら分かりますよね。分かる分かる、はい、後ろにビルも、はい、ノルさんとマシロさんはもちろん名古屋出身ですよね。あの、違いますか？東海三県を、はい、中心に集められているので。どこの出身ですか？僕はですね、三河の方なんですけど。三河の方、はい、岡崎の方で。ああ、いいことじゃない、はい、徳川家康の生誕地。ああ、そうですね。マシロさんは？私は豊田市出身です。豊田市、はい、いいね。へ、昔は立派なお城ありましたね。ありましたね、小室城。はい、はい、すいません、僕はお城のお宅ですから。その話スタートすると止まらないんですけど。あ、エスカが出てきました。これ本当だ、ね、さっきお話した、はい、よく行きますよここ。なんか不思議です、自分のいつも行く場所がこうやってなんかアニメの中で出てくるっていうのが。はい、やっぱりこういうのがもうなんか実際ね、実在しているところにアニメのキャラクターとかがこう、うん、戦ったりとか、はい、普通にこう会話したりとかしているところをやっぱり見るとなんか不思議な感覚です、うん、ですね、嬉しくなるというか。本当にうまくできたね。そうですよね。素晴らしい。なんかアニメ見てから同じ場所に行くとまた違った景色に見えてきそうですね。あ、そうですね、はい、で今回撮影した写真は明日ハッシュタグエアコッサミをつけて四季桜の公式ツイッターで公開されるそうです。ぜひチェックしてみてください。ということで野田雄大さん、真城美穂さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。他にも今ネットフリックスで話題のアニメ、うん、泣きたい私は猫をかぶるは愛知県常滑市を舞台にしたアニメなんです。まずはこちらご覧ください。これは大好きな男の子に会うため猫になるちょっと不思議な物語。お前は太陽の匂いがするな。太郎だったらこんなに好きになってくれるんだね。言葉を持ってほしい猫の島。人間に戻ったって苦しいことだけさ。自分が誰に支えられてるのか、いなくなったから気づくんだ。私本当は人間に戻りたいの。泣きたい私は猫をかぶる。はい、それでは今日は映画の舞台である愛知県常滑市の伊藤達也市長とズームでつながっているんです。お願いします。よろしくお願いします。常滑市長の伊藤達也です。今ご覧いただきました泣きたい私は猫をかぶるは愛知県常滑市が舞台の映画です。常滑市は名古屋から電車で35分、
常滑焼と海、そして中部国際空港、空のある町です。この常滑市出身の柴山智隆監督がこの映画を作っておりますが、常滑の美しい名所が様々描かれている映画です。実は私と柴山監督は高校の同級生であり、彼の作った作品が世界中の方に見ていただけると思うとワクワクしています。ぜひ映画をご覧になった後は常滑市に遊びに来てください。それではその常滑市と泣きたい私は猫をかぶるのコラボ動画をご覧ください。これは大好きな男の子に会うため猫になるちょっと不思議な物語。お前は太陽の匂いがするな。太郎だったらこんなに好きになってくれるんだね。言葉を持ってほしい。猫の島？人間に戻ったって苦しいことだけさ。自分が誰に支えられてるのか、いなくなったから気づくんだ。私本当は人間に戻りたいの。泣きたい私は猫をかぶる。はい、こちらもね注目ですよね。そうですよね。常滑市もちろんあの焼き物の名所ですよね、はい、そして、招きネックをそうなんです、ね、たくさん作っているところです。今あの伊藤市長もこういったこうお面を最初にかぶってらっしゃって、誰って思ってて市長がそういうことをするんですか、面白い、ね、楽しいぞ。楽しそうですよね、うん、私もあの何度か常滑にはプライベートで遊びに行ってるんですけど、はい、あの陶芸の体験をしたりだとか、なんかね陶芸の街っていうイメージが本当あるので、はい、こういった作品になってるのか楽しみです。楽しいところですよね、はい、はい。もう一度お話聞けるんでしょうか。伊藤市長つながってますか。VTR では VTR をご覧ください。拒否られてんのに、こっちの世界に戻ってこい。明日も私のことをよろしくお願いします。めんどくさい人間の顔なんて捨ててスピーチキャットライフ本当のこと言えたかな。あいつどこ行ったんだよ。もしかして私いなくなったの騒ぎになってた。私はあの人に幸せでいてほしい。祭りの日が楽しみだね。それは大好きな君のそばにいられる唯一の方法だった。知ってたらもっと上の味方できたのに。自分が誰に支えられてるのか、いなくなったから気づくんだ。私本当は人間に戻りたいの。泣きたい私は猫をかぶる。素晴らしいですよね。今これを見た、あ、行ったよ、これ見たよっていう状態、私も思いました、はい、自然の風景がまた本当に綺麗に表現されてますね。素晴らしいですよね。心が洗われるというか、今の映像だけでも癒されました、はいはい、最後のセリフ見ましたが、猫が人間になりたい、いいねこれね、いいですよね、はい、そして伊藤市長もありがとうございました。ありがとうございました。ではここで耳寄りな情報を2つお伝えします。まずちたまるスタイル泣き猫マップです。映画の聖地を集めたこちら泣き猫マップは地域情報マガジンチタスタイルに掲載されています。知多半島内の大型ショッピングモール名鉄の主要駅で無料で手に入ります。2つ目はネットフリックスのアニメ映画泣きたい私は猫をかぶるの公開と、
ヨルシカニューアルバム東作の発売を記念したパネル展が8月20日木曜日までイオンモール常滑2階自分枕前の特設会場で行われています。ぜひ足を運んでみてください。はい、さあでは続いては名古屋を舞台としたヤトガメちゃんの日常を描いたこちらのアニメです。あパパお疲れ様です。ヤトガメちゃん観察日記は名古屋弁丸出しの女子高生ヤトガメモナカと岐阜県出身の田草舞、三重県出身の笹津ヤンナを中心に東海地方の風習やゆかりのある商品、企業などをユーモアたっぷりに描くアニメシリーズです。作品にはローカルではおなじみの地元ネタの数々が登場し、放送のたびに SNS を中心に大きな話題になりました。名古屋の生きた情報が詰まった作品ということもあって、キャラクターのヤトガメちゃんは名古屋市の観光文化交流特命大使にも任命、名古屋市の広報誌に掲載されたほか、ヤトガメちゃんの着ぐるみがイベントにも参加、幅広い世代に認知されるようになり、地域を象徴する作品になっているんです。神戸や京都、広島、仙台、福岡など東海地区以外の登場人物も参加する第3都市争いも見どころの一つです。それぞれのサイトで配信中ですので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでスタジオにはヤトガメちゃんと原作者の安藤正樹さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヤトガメちゃん、そうなんです、はい、ヤトガメちゃんです。改めてですが、どういったアニメですか？はい、これは東京から転校、名古屋に転校してきた男の子が、うん、このコテコテの名古屋弁をしゃべるヤトガメちゃんを通じて名古屋の文化や言葉を知っていくっていうコメディ作品となってます。なるほど、はい、これでもやっぱり難しいですよね。まあ、実は、はい、びっくりしないで、はい、僕も名古屋出身ではない、知らなかったですよね。はい、でもやっぱり名古屋に来るとその文化を慣れるまで結構時間かかるんですよね。そうですよね、はい、言葉とか食べ物とか、はいはいはい、そういうことですけど、すごく不思議な街だと思うので、ですよね、はい、そうそうそう、そういうストーリーですか？そうなんです。で、名古屋あるあるというものがたくさん出てくるんですけど、そうですね、例えばどういったものが？そうですね、例えばやっぱりスガキ屋さんのラーメンフォークとか、あとは米田さんの商品はやっぱ量が多いとか、そういう名古屋人だったら分かるっていうことから、名古屋の今特にそうですけど夏は暑すぎるとか、それこそコスプレサミットのことも書かせていただきましたし、本当にいろんなことを取り上げさせていただいてます。なるほど、そうなんです。でもあるあるって普通に暮らしてたらなかなか気づかないですよね。はい、なんかその着眼点がすごく面白いなって思うんですよね。あ、本当ですか、ありがとうございます。やっぱりね、普段から気をつけて意識してらっしゃるんですか？そうですね、やっぱり僕自身もこの漫画もう4年以上やってるんですけど、未だにあ、それってここでしかなかったんだみたいなのを知ったりとかする機会が多いので、本当に僕自身たくさん勉強させていただいてます。名古屋弁もやっぱり難しいですか？難しいですね、やっぱり僕も今喋ってるような感じで、はい、普段そんなに出ないので。そうですよね、はい、結構ヤトガメちゃんの喋る方言とかは、うん、僕のおばあちゃんを参考にしたりしてます。あ、ちなみにもちろん竹田ちゃんも、はい、広島、あ、ごめんなさい、兵庫県出身ですよね。そうなんですよ。名古屋に来て名古屋弁はすぐ慣れましたか？いや、なかなかやっぱり年配の方になればなるほど名古屋弁がどんどん濃くなっていくんです、うん、だからなんかあれ怒られてるのかなみたいなとか、全然そうじゃないんですけど、うん、そういうところに最初びっくりしたりはしましたね。いや、ぜひヤトガメちゃんを読んで、この名古屋以外の方にも勉強していただけたらなって思ってます。はい、ありがとうございます。はい、安藤さん、ヤトガメちゃん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。以上、名古屋アニメ応援スペシャル、サポーティッドバイたまこしでした。ワールドコスプレサミット2020オンライン、たまこし、品川美容外科、海と日本プロジェクト、ブラザー、ジョブトライブス、ご覧の各社の提供でお送りしております。あなたを、あなたを愛しく
私は好きになり